ジャニージャニー、4月10日月曜日から4月13日木曜日のスノーマン出演情報をやっていきます。目黒くんとラウールくんの共演もありますよ。はい、まずはテレビ冒険少年脱出島スペシャルです。出演するのは目黒くんと向井くんで、4月10日月曜日19時から21時に TBS にて放送されます。レギュラーとしてスタジオ出演です。今回はストーンズのジェシーくんと美少年浮所飛貴くんが脱出島に挑戦します。ジェシーくんたちもスタジオに登場するので、目黒くん、向井くんとの掛け合いが楽しみですね。はい、続いての出演媒体はテレビラビットです。出演するのは宮舘くんで、4月11日火曜日8時から9時55分に TBS にて放送されます。火曜レギュラーとしてスタジオ生出演します。オープニングでは成し遂げたいことを発表していきます。レギュラーになったことについてや滝沢歌舞伎についても話を振られそうですよね。はい、続きまして阿部くんがレギュラー出演している今夜は謎トレですが、4月11日火曜日はお休みです。はい、続いての出演媒体はテレビ特捜9シーズン6第2話です。向井くんがレギュラー出演します。4月12日水曜日21時から21時54分にテレビ朝日にて放送されます。はい、続いての出演媒体は配信で YouTube 動画です。出演するのはスノーマンで、4月12日水曜日17時にスノーマン公式チャンネルにて配信されます。先週までは3週連続でドライブ企画が投稿されましたよね。すべて前編しか投稿されていないので、今回後編が投稿されるかもしれません。そろそろニューアルバム I Do Me の発売も迫ってきているので、アルバム関連の動画が投稿される可能性もあります。はい、続いての出演媒体はラジオ、スノーマンのスノーマンマです。今回の担当メンバーは目黒くんとラウールくんで、4月13日木曜日21時から21時30分に文化放送にて放送されます。去年の7月以来約9ヶ月ぶりのコンビです。ファンの間ではずっと聞きたかったパリの話が聞けるかもという声が上がっています。はい、続いての出演媒体は雑誌声優グランプリ5月号です。掲載されるのは佐久間くんで、4月10日月曜日に発売されます。佐久間くんと声優下野紘さんのコラボ企画が掲載されます。ラジオの公開収録の時に取材を受けたのかもしれませんね。値段は1480円です。はい、続きまして、スノーマンの主演舞台、滝沢歌舞伎ゼロファイナルですが、4月10日月曜日は休演日です。はい、続きまして、4月11日火曜日の滝沢歌舞伎は夜のみの1公演です。17時半から新橋演舞場にて上演されます。はい、続きまして4月12日水曜日の滝沢歌舞伎は昼のみの1公演です。13時から新橋演舞場にて上演されます。はい、続きまして4月13日木曜日は夜のみの1公演です。17時30分から新橋演舞場にて上演されます。続きましてお知らせです。滝沢歌舞伎ゼロファイナル映画館生中継の劇場一般販売が開始します。4月19日から4月21日までの4公演分のチケットが4月10日月曜日夜9時から販売開始されます。映画館公式ホームページと窓口で購入できます。一部の劇場はプレイガイドのみでの販売となります。鑑賞料金は税込み4400円です。はい、続きましてお知らせです。滝沢歌舞伎ゼロファイナルオフィシャルグッズの販売が決定しました。新橋演舞場オンラインストア、全国の上映映画館で販売されます。オンラインストアではすでに販売開始されていて、5月3日まで販売されます。映画館では4月19日水曜日より販売されます。グッズの内容はパンフレット2500円、メンバーそれぞれのアクリルスタンド各1300円、ポスター、クリアファイルなどがあります。映画館ではアクリルスタンドの取り扱いがなかったり、売り切れも続出しそうなので、確実に買いたい方はオンラインストアでの購入がいいと思います。出演情報は以上です。今週は露出量が落ち着いていますね。それでは視聴者さんにコメント欄で投稿いただいたスノーマン川柳を8個紹介します。スノーマンの最近のニュースというお題で募集しました。まずは滝沢歌舞伎についての川柳です。何時ならつながるのかな、グッズ販売、グッズ販売も激戦になりそう、アクスタは受注制かな、5月3日までだけど本当に大丈夫なのかな、というシュガーマムさんからの投稿でした。オンラインストアでのグッズ販売は5月3日までで、販売期間内であれば確実に購入いただけますと案内されています。アクスタは人気なので届くのが遅くなりそうですよね。続きまして、お揃いのローブ健在歌舞伎始動、4月6日のさっくんの巣の日常で、去年コージくんが全員お揃いで買ってくれたバスローブを着た写真が掲載されていました。懐かしくていよいよだと実感、というニーナさんからの投稿でした。続きまして、
桜散る安全願うラス歌舞伎、真帆さんからの川柳でした。はい、続きまして、スノチューの前編ばかりが多すぎて、買い物ドライブ、デイキャンプ、ピクニックドライブと全部前編ばかりで、その続きがとても気になる。メンバーの運転する姿が見れるのも嬉しいけど、続きをお願いします、というシュガーマムさんからの投稿でした。続きまして、ショッピーも続々発表バラエティ、これでまた沼落ちする人が増えそう、ショッピーの笑い声って可愛くて楽しい気持ちになるから、というニーナさんからの投稿でした。続きまして、安倍作が髪の毛黒に染めてたね、安倍作歌舞伎用の黒に染めてた、めっちゃ好き、というアメユナさんからの投稿でした。深澤くんも黒になりましたね。はい、続きまして、小倉に角が出ないと寂しいな、先週で小倉を卒業した角、他のグループとの絡みやカップリング曲を聴けなくなるのは寂しい、司会は変わらないらしいけど、という安倍ちゃんは見たさんからの投稿でした。続きまして、宮舘くんについての川柳です。本当だった。本人から発言、通ってるから。ずっと気になっていた舘様が教習所に通っているのか通っていないのか問題ですが、4月6日水曜日のスノチューブで明らかになったので作ってみた、というマリクマさんからの川柳でした。コメント欄での投稿いつもありがとうございます。今回もいつも通りスノーマン川柳を募集します。スノーマンの最近のニュースを575に込めてコメントしてください。字余りでも OK です。初めての方も大歓迎ですよ。緊急出演の際は当チャンネルのコミュニティ投稿でお知らせしています。Twitter やウェブサイトにも出演情報を掲載しているので、ぜひチェックしてみてください。概要欄に URL を貼っておきます。それではありがとうございました。じゃに、じゃに。